おはようございます。速稼塾の久保です。今日は9月27日、時間は3時35分なんで、まだ相場の方は動いてませんけども、今日から月曜日になりますので、またね、新しい展開が始まると思います。ただ今週ってのはね、週末になってくると月が変わるんですよね。まあ、ですので、より慎重な資金投入が必要になってきます。だいたい勝負は月火水で終わって、木曜日でちょっとね、予備日というかね、様子を見てですね、金曜日はすでにエントリーなく、10月の流れを見ていくことになると思います。今日は週が変わりましたので、週足の方から見ていこうと思いますけども、さあこちらです。どうなってるでしょうか。この図を見た時に私が思うのは、ちょっと昔のことですけどもね、こう思い出していただきたいんですよ。こういう風なね、下のラインがありましたよね。ここで跳ね返る、ここで跳ね返る、そして潜ったんだけども、結局は跳ね返って上に行ったという流れです。もう一つが上の方ですよね。ちょっとこれはね、幅広く引きましょうか。こういった天井があります。で、この天井に当たって跳ね返って下に行くところがあるということですね。ここでも跳ね返りましたね。で、直近の動きなんですけども、この辺りです。大きくぐーっとね、バイデン政権になってからエリオット波動を描きながら上昇してきました。そして修正波があった後、緩やかに上の方に向かっていく流れがあったんですけども、こっからね、下の方に入ったのかなと思ったんですけども、結局は上下のひげを出しながら、最終的には上の方に向かっているように見えますね。ただこのネックラインを超えてるわけではないので、抑えられて下に向かう可能性もあるというのがね、これが週足の見方なんですけどもね。まあ全体的には横ばいから上の方向に向かってるねっていうふうに私は見えます。で、それをまあ軽く念頭に入れながら進めていくわけなんですけども、ただ全体的に見るとね、下に向かうポテンシャルがでかいんですよ。これだけありますからね。上に向かうポテンシャルってのは、まあせいぜいこのぐらいなんですよ。でかいゾーンが111円990まで広がってますから、じゃあ112円になることがあるのかって言われたら、それはないことはないんですけども、かなり大きなね、抵抗をぶち破っていかないといけないっていうことになりますよね。で、今回がそのぶち破る勢いがあるかないかですけども、十分それはあると思います。ですんで、はっきりとこっちっていうふうには言えないんですけども、私はちょっとね、こっから上にズバンと突き抜けるってことはないのかなと思います。アメリカの金融政策も、緩和からですね、引き締めの方に向かうというふうに、まあ情報が入りますし、そうなってくると、バイデン政権がね、変わって、財政出動して、ぐおーっと上に行ってたのが抑制されて、下に行く流れが起きるだろうと思うわけなんですよ。ですので、これから円高に触れるんじゃないかなっていうふうに全体的には思ってます。じゃあですね、週足を変えて、デイリーの方を見てみましょうか。デイリーを見ていくと、上から下に来て、下から上の方にぐっとトレンドを作って、その後でまあ横ばいに入ってきたわけなんですけども、その横ばいがついにね、壊れたわけなんですよ。それが上昇の勢いが鋭くて、ここを突き破ったってことですね。そうなってくると、前回の高値ここなんですけども、ここまでの広がりが見えてきます。111円の560までまだまだ空間がありますよね。でね、この横ばいが崩れて上昇に向かった勢いっていうのは結構強いんですよ。まあ、ですんで、一旦111円の560まで向かうというふうな前提でね、この日足は見ていこうかと思います。特に3本続けてでかい陽線が出たでしょ。これっていうのはまだまだ買いの勢いが終わってませんよってサインですからね。上髭を出して陰線が出たらブレーキがかかったんで下の方に行くというふうに考えてもいいかもしれません。じゃあ4時間見ていきましょう。4時間はもっと勢いがあるところです。黄色のゾーンを超えましたよね。 W が右辺が強い、これは大きくネックラインを1個超えて2つ超えて実現したわけです。 W 右辺が強いね、実現しました。そしてここに印がついてんの覚えてらっしゃいます？ここも抜けてるわけなんですよ。もうそうすると、この水準に、まあ抵抗し得る、もうポイントはないですよね。だから、まだまだ上に上がっていくというふうに見るのが、当然の見方です。ただ、押し目は作ると思いますよ。N を作りながらなんで、一旦下がってさらに買いっていうことになると思いますね。じゃあ、1時間ですね。肝心なエントリーする
1時間軸はどう見ればいいんでしょうか。まあ一方的なトレンド書いてますから、これで売りに入ろうっていう方はあまりいないと思います。今週も買い戦略で取っていけばいいんじゃないですか。そしてロスカットを食らったり潮目が変わったと思ったら改めて戦略を練っていく、そんな月火水木でいけばいいと思います。はい、じゃあ以上ですね。今週はというか今週も買いで戦略を立てていくのが基本です。もちろん修正はいつでもできるように心構えをしておくこと必要です。それでは本日は以上です。はい、今回も相場解説いってみましょうか。まあ倍の戦略を取ったわけですけども、あれからいかがだったでしょうか。早速画面を切り替えて見ていきますね。今週は倍の方に突き抜けるとこちらです、思ったんですけどもね。9月27日、昨日の相場解説の後夕方18時ですけども、ブレイクポイントが図のように現れてますね。もう見ればお分かりだと思いますけども、 N を書くように上昇しているってことでございます。倍戦略、もうこれほどね一方的な右肩上がりトレンドはないですよね。あ、ちなみにこれ1時間軸ですよ。こっから一方的にガーンと進んで降りちたとしてもブーンとね押し目にしすぎない、押し目を作ってどん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 上に行く、そして黄色いゾーンを支えに伸びて伸びて伸びていくと。でここで折れ曲がって、またここ矢印を横線に書きましたけどね、110円の770で、抵抗を作ってまたここを突き抜けたわけですね。これが昨日の18時です。はい、この時の価格が110円の896ですけども、だいたい110円の770で初心者の方はエントリーしたと思います。上級者はここで入ってます。110円のおおよそ500で入ってますね、上級者の方は。がっぽり30ピップスもういけてますね。でもこれは序の口なんですよ。続きを見ていきます。これは今日です。9月28日のデイリーですけども、ほら一方的に陽線が出てるでしょ。横ばいの後ブレイクした方向に移動平均線はかなり広く開いてます。だからひょっとしたらこの水準まで上がるかもしれませんよ、111円の560までね。うん、だからあと 0.5 円ですよ。まあまあ、でもあまり過信しないでおきましょう。4時間です。4時間も一方的に右肩上がりのトレンドが見えてますね。黄色いゾーンも虚しく、ここの力点を破られて、ここの力点を破られて、 W は右辺が強い、ももう随分前のことですね。 W が右辺が強い、こう来てこう来て W 作って、こっから一気に突き抜けましたね。バスンとぶち抜いて、バスンとぶち抜いて、ここまで来ちゃったんですね、ダブルがね。で一気にこの力点も通り抜けちゃったわけですけども、今ね何もない無風状態、未知の領域まで行ってます。110円の950まで伸びました。で一瞬111円台まで入りましたよね。ここさすがに売り戻されましたけども、また111円の方向に向かってますね。で1時間の方見ていきますよ。もう1時間が一方的なんだ、これ。ねえ、すごいですね。110円の952。この辺でうようよしてます。まあですんで、横ばいに入る可能性もありますけども、まあでもね、それはロスカットを食らった後で考えればいい話なんですよ。まさに、エントリーはバイで、取りっぱなし、ポジション取りっぱなし。ポジション持ってない方は、ここからでもいいから入る。それにつきます。はい。まあ今日お話したいのは、とにかく買えということですね。本当は昨日の時点で買わないと大きな利益は取れませんよ。でも昨日の時点で倍で入れた方っていうのは上級者、もしくは中級者の方になります。私は当然根っこから入ってますよね。で今に至るわけなんですよ。もう50ピップス以上取ってバンバン台ですよね。追撃ももちろん入ってますからね。だからまあ10万円前後の利益がこの1日2日で取れるってことになります。ただ初心者の方とか自信がない方はロットも低いでしょうし、入るのがなんせねやっぱブレイクした後になりますから、ブレイクしたのを確認して上昇で倍で取ってますと思う、バッと取ってると思いますんで、あんまり利益ないと思います。ただ今回の相場解説はこれほどまでに分かりやすいことなんですよってのこれだけ印象に残っていただければと思います。もう完全に右肩上がりのトレンドできてるでしょ。あれを私は根っこから、もうね、元々の根っこから入ってるんですよ。109円の170あたりから入ってるわけですから、莫大な利益が今月は取れてるなと思って、わっはわっはのね、9月でございます。いいですか、ここで格言を思い出してください。昔言った格言を。その通りになるってわけじゃないけども、6、7、8月は相場が
いわゆる冷え込むんですよ。控えめになるんですよ。で、9月に帰ってくるんですよ。ほらね、9月に帰ってきたでしょ。すごいでしょ。で、これは私の考えすぎかもしれませんけども、暗号通貨からの資金がドルや円に今交換されたからこれが起きてるんですよね。特にドルに交換されてます。まあそういうふうに感じてますね。暗号通貨の方は、だら下がりだったでしょ。で、その反対でこうやって、ドル円の動きがしっかりしてるものになってるわけなんですよ。だから、その辺ね、決済した方が多いんじゃないかなと思ってますけどね。これはわかりません。私の、まあ、妄想でございます。裏付けはありません。感覚です。まあ、言えることは、これほどまでに右肩上がりのトレンドがしっかり出てるのに、これで倍に入らなければ、もうエントリーするときないですよ。うん、以上です。では、いってらっしゃい。はい、こんにちは。速稼塾の久保でございます。今週も FX 終わりましたね。いや、どうだったですか？今週は攻めに攻めに攻め上げた私の相場解説。もう一方的に買いトレンドだよってことをね、ずーっと申し上げて、今日まで来たわけなんですけども、うまいこと言ったでしょ。ね、どっから入っても勝ちだったでしょ。じゃあ今日はその辺をね、もうこちらの方で切り替えてご覧いただきます。いつもと逆に1時間からお話しますね。1時間で私が入ったのは、もうご存知こちらです。この根っこから入っております。ね、言うことないですね。で、この根っこで入ったものが、黄色のゾーンをぶち破って上の方に行くと、このもう一個の上の黄色までね、達するんではないかなっていうふうに見てましたけども、ここもぶち破りましたね。ここをぶち破ったらもうね、買いトレンド一本なんですよ。買いトレンド一本だったでしょ？たまに落ちることがあっても、すべて押し目ですね。これもお話したと思います。ぐいぐいと言って、もう、買い一辺倒。で、ついにここまで来てしまいました。ということでね、109円の185あたりから購入した私のドル円。追撃追撃を繰り返しながら、111円の504ということでね、2円ちょっとの差額が、この距離が取れてるわけですよ。ね。で、相場解説の中で申し上げましたけども、買い以外の判断は私出してませんね。で、しかも、買うポイント。黄色いところもあらかじめ線を引いてました。N、N、N。ね。そして、移動平均線が、まっすぐ、右肩上がりだよ。ってことで、お話してきました。今週のオチはこんな感じでございます。もう、とてつもない利益が出ましたね。爆益、爆益っていう風なね。そんなことを言った日もありました。じゃあ、4時間見ていきましょう。4時間もなかなか面白い図ができています。ね。抵抗体をこういう風に書きましたよね。抵抗体をね、こういう風にね。はい、すいません。ちょっと画像切れちゃいましたね。引き続き4時間を見ていきますけども、抵抗体をぶち破って、その後ほら、やりにくいな。W は右辺が強いってことを申し上げましたよね。ネックラインを超えて、W を大きく作ってくれました。ね。この辺も一緒に見ていったと思います。ねえ、バッテリーがたびたび切れちゃいましたね。4時間の方も一方的に上昇していったでしょ。で、デイリーの方なんですけども、デイリーの方はね、お話したようにこういう風になってます。こちらの最後の抵抗体のところまで達しました。うん、ということでね、こういう風なチャンネルラインがあって、ここをきっかけに下がっていって、まあ横ばいみたいな感じになったんだけども、結局は跳ね上がって同水準まで上がってきて、まあ一旦終了ということですね。うん、だから9月の、一番の利益は、やっぱ4週目にあったってことですかね。はい、大きく皆さんで利益が取れたんじゃないですか。これで利益取れなかったらもうちょっとダメですよ。もうずーっと1週間ずーっとね、買いましょう、買いましょうって言ってました。この日足を見て分かる通り、ブレイクが横一線に行った後、移動平均線が上の方に向いたでしょ。これもお話しましたよね。多分ね、私ほどね、はっきりという相場解説はないと思いますし、特にその中でも今週は分かりやすかったんじゃないかなと思うんですよ。いかがですかね。はい。じゃあ、そんなとこでございます。いや、気持ちよく終わることができたんじゃないですかね。いや、私も感無量です。まあ、お疲れ様でした。なんかね、なんと言いますかね。油断するつもりはないんですけども、
でも、さすがに5年間やってこうやって勝ちばっかりだとね、まあ、FX は一定のレベルまで達したなと、私も思いますね。うん。ぜひね、これからもついてきていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、速稼塾の久保でございます。今日はね、9月29日で、水曜日ですね。むちゃくちゃ儲かったでしょ。こんな一方的なトレンドはね、滅多にないですから、しっかりと取っていかないといけないんですよね。全体のトレンドの中で、まず横ばいが7割、上げトレンドが、もしくは下げトレンドが残りの3割を占めてるんですよね。だからここで突っ込んでいかないと、もうね、巨大利益を取る瞬間ってのはあんまりないんですよ。当然ですけども、追撃といってですね、一回ポジションをバイで組んだら、こっちの方に進むわけですよ。そしたら、追撃で新しいポジションどんどん追加していって、まあ合計でね、5ポジション、6ポジション取っていって、全部で利益確定を一気にしていくっていうふうにするのが、まあ、私のやり方であり、利益を上げる人の、まあ、取引の方法なんですよね。まあですんでね、今日に至っては、もう多分行動の限界点を迎えてるんじゃないかなと思いますんで、その辺をお話ししていこうかと思います。それでは画面を切り替えます。こちらです。まずデイリーからなんですけども、以前の行動の限界点、ここです。トレンドが上昇から、ほら、ここから下落に向かったでしょ。で、こういうふうに横ばいに入りましたよってことをね、何度かしつこくお話したと思うんですけども、ここの行動の限界点と今いるところが同じなんですよ。で、今までの相場解説でもお話しましたけども、ここまでは上がるよねっていうお話しましたよね。で、この陽線が3本ぐらい連発した時に、どこまで行くかっていうのは、とりあえずの目安としては、ここですよってことをお話しました。で、他の投資家さんも同じです。他の勝ってる投資家さんですよ。勝ってる投資家さんはここを意識して、ポジションを離す傾向にあるんですよ。だから上髭を出して、こっから横ばいに入るんじゃないかなと思います。4時間を見てみます。横ばい。ね。どうでしょうか。こことちょっと似てるんですけども、横ばいに入りつつありますよね。で、今回 N を書いてさらに上に行くってことが考えにくいのは、利益確定をね、かなりここで始めるんですよ。で、私もそうですけども、まあ、いくつかのポジションをここで閉じてるわけなんですよ。で、まだ、情報に上の方に伸びるようだったら、改めてエントリーしようかと思ってるんですよね。これが、このヒット&ウェイが、価値を確保する、本当にいつもの方法なんですよね。一方的なトレンドは生じてますけども、先ほどの日足を見るに、もう、ここが行動の限界点で考えることもできるんですよ。まあ、ですので、ここは深追いせず、勝ちすぎたら冷静さを失いますんで、この辺で一旦、私の場合はね、様子を見ようと思います。はい、では1時間見てみます。はい。まあね、横ばいになってるとは言い難いんですけども、またさらに上昇するようでしたら、それを確かめてから入ればいいと思います。この辺で冷静さと慎重が必要になってくるんですよ。押し目を作ってるところってのはこういうところにありますけども、こことかね。ここはちょっと違う事情だと思った方がいいです。なぜなら、繰り返しますけども、デイリーですよ。デイリーですね。ここです。もう一回開けますよ。デイリーで、こことここが揃っちゃったからなんですよ。レジサポラインに当たってるから、だから慎重になるんですよ。わかりますかね。で、これが1時間ですけども、ここ、今、慎重にならなければならないラインですよね。下手すると、横ばいのままかもしれませんし、こっから、利益確定が進むと、下落に転じる可能性もあるんですよ。で、遅れて入った人、高値掴みした人、上昇トレンドがはっきりしたんで、やっとこさこの辺で入る人もいるんですよ。そうすると、値段が下がると、この人たちのロスカットっていうのが発生して、ロスカットを巻き込んで道連れにしながら、一気に下がっていくってことになります。この辺でポジションを取った方もロスカットに合いますよ。この辺でポジションを取った方も。次々とロスカットを巻き込んで、下落に転じるんですよ。今までそういうところって結構見てきたじゃないですか。だから上昇トレンドがぐーっといったんだけども、その後でガクンガクンガクンって下がってね。結局同じ数字に戻っちゃったみたいなね。これがあり得るわけですよ。だからそれを警戒する意味で、今はポジションを全部もしくは半分。うん、私の場合は全部外しましたけどね。少なくとも半分外して利益確定できるところからした方がいいと思うんですよ。はい。この方式もいつものパターンですよね。うん。ぜひね、戦略の一つに組み入れておいてください。それでは本日は以上です。ちょっと様子を見る水曜日になると思います。おはようございます。じゃあ、相場解説行ってみましょうか。あれからまだまだ値上がりしてますよ。今日はね、9月30日の4時38分です。
一応昨日で全ポジション外したんですけども、あまりにも上昇するんで改めてバイでエントリーしています。でそういうふうに昨日もお話したと思いますけども、その辺も合わせて見てみましょうか。じゃあ画面を切り替えていきます。デイリーからです。デイリーを見ていただきたいのはここですね。カーソルをと、この力点が最終地点だと思ったんですけども、ここを突き抜けたんですよね。ですんで全てのポジションをここで外しましたけど、もう一回ポジションを入れて含み益を取ってます。すごい上昇格ですね。これもう陽線しか出てないと。この根っこから取ってるわけですからね今回。で根っこから取らなくても、まあ、最低でもこの辺からもう取れてると思うんですよ、私の相場解説見ていたら。本当におめでとうございますですよ。で昨日の夕飯から夕方から総裁選が終わったあたりからまだまだね伸びていきますんで、本当岸田フィーバー万歳です。一時期112円もマークしましたからね。4時間を見てみましょう。4時間ね、天井知らずですよ。まあこの辺でグニョグニョグニョってなったんで、もう落ちてもしょうがないかなと思ったんですけども、まあ勢いつけてさらに上昇してますね、まだまだ上がるんじゃないですか。112円台に乗って安定するんじゃないかと思っております。最後1時間見てみます。もうね、底根のダブルボトムが見えませんね。こっちの方に行っちゃいましたね。一方的な右肩上がりで、ここで押し目を作ってさらにね強烈な上昇を見せてます。まあですんで初心者の方でも私のいつものパターン、ここを超えた時にエントリーされてると思いますから、これからまだまだね利益膨らんでいくんじゃないですか。私はまあ根っこから取りますけどね、もういい加減。はい、ということでバイでエントリーすればずっと利益ということでね、相変わらず同じことしか言いませんけども、買いで入って利益をしっかり取ってください。ロスカットクラウンでずっと買いです。じゃあ今月は以上ですね。本当に9月はものすごくたくさん利益が出ました。おかげさまでありがとうございます。いやちょっと実力はやっぱり上がってきたなと思いましたね。この上昇トレンドを根っこから取れて、しかも追撃追撃で緩みなく倍しか行ってこなかったということですよね。じゃあ9月終わりましたけども、10月からまたね新しい展開になると思います。明日からもよろしくお願いします。いってらっしゃい。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は10月1日ですね。10月1日、はい。で時間が4時39分です。月が変わりましたので、9月から10月に変わりましたので、今日はね月足から見ていくようになりますんで、こちらの方をいかがでしょうか。月足なんですが、収束に向かった後下に入って上の方に跳ねたという形で、今黄色いゾーンがうっすらと見えてますけどもね、この辺りで止まっているかなってところが見えます。ここですね、はい。まあ、これ自体は特に申し上げることないんですけども、こっからね頭打ちになった上昇のラインが下の方に私を向かいながらね収束にまた向かうと思うんですよ。具体的に言うとどういうことかっていうと、このぐらいのラインに落ち着いてくると思うんですよね。このぐらいのライン、上にも触れてないし下の方にも触れてなくと、ボラティリティが収まった状態になってきているんではないかなっていうふうに感じてるんですよね。で次週足を見ていきますね。ただね、総裁選が終わってこれから日本では総選挙が行われるじゃないですか。だからね、ドル円の方はまさにもろに影響を受けますんでね、市場の反応をよく見ていかないといけません。今黄色いゾーンを上の方に貼りましたよね。これがね抜けられなかった壁だと思うんですよ。ここでも抜けられてないですし、ここでも抜けてないし、ここでもね抜けかけたんだけど抜けてないので、まあだから110円台、109円台、この辺りでうろうろする流れになると思うんですね。111円112円っていう時代はね、昨日一瞬来たんですけども、まあこういうふうにね上髭によって押し戻されて、ちょっとまだね実現不可能かなと思ってます。はい、次なんですけどデイリーですね。デイリーは大きな陰線を出してます。そこまではずっと陽線だったじゃないですか。だからこれがね潮の変わり目なんですよ。陽線一本槍で1、2、3、4、5、6と6日間1週間全部突っ走ってきました。根っこから入った私はこの1週間全部の陽線、大陽線をね取ってきたわけなんですけども、昨日申し上げましたよね、全ポジション抜いてくださいと。その後でこの下落が起きてるんですよね。じゃあ4時間見ていきますね。4時間、一方的なトレンドでしょこれ。このトレンドっていうのは
まあ、この図を見るとね、まあ、なんと言いますかね、このダブルボトムから来ているトレンドだと思いますよ。ぐーっと大きく上に上がってきました。そして変わり目、横ばいが来て収束して、これが上か下に行くかってことだったんですけども、もうコードの限界点ですね、下の方に向かいました。まあ、ですので昨日全ポジション、外しておいてもらってよかったなと思ってます。で、1時間見ます。いや、もう今日はね、エントリーはしなくていいと思いますよ。十分勝ちましたんで。で、言うなら力点がここなんで、この辺で止まるんではなかろうかというのを見ていく金曜日になると思います。で、こっから跳ねて上に再び行くのか、それとも突き抜けて下に行くのかですけど、下に行ったらもうずーっと際限なくね、下の方に行きます。もちろんギザギザと N を書いて下の方に行くのはいつもと同じパターンですけどね。で、上に行った場合ですけども、上に行く場合はまず警戒しないといけないのがヘッド&ショルダーです。高値圏のヘッド&ショルダーですよ。ちょっと形不細工ですけども、肩があって頭があって、頭がね、真ん中が陥没してますけども、で、ここにもう一個の肩を作るんではないかなっていうふうに考えていくんですよ、これは。で、この辺上昇して横ばいになって、また下降に行くとしたら、このネックラインを割って大きく下に行く可能性があるってことをリスクエッジしといてくださいね。まあ今日お話するのはそのぐらいですかね。あのヘッド&ショルダーみたいなやつが来るかもしれないんで、そこへの警戒は必要だということ。その他はただ見守っていればいい金曜日です。総裁選もう終わりましてね、多少ぐらつくんじゃないかなと。今組閣人事してますけども、その辺もね、ちょっとね、今朝のニュース、まあもうちょっとですけども、あとね、2、3時間始まったら、ニュースが始まると思うんですよ。そこで、昨日の組閣人事の概要が発表になると思いますから、それに合わせて市場がどう反応するか、それを見る金曜日になると思います。そして、10月に入って、月、火と来ますよね、またね。だから、10月の1日がフライデーですから、4日、5日ぐらいですか。この辺で緩やかに、これはね、対策を立てていきましょう。とりあえずね、今日と、来週の月曜日、4、5と、ここでエントリーする機会はほとんどないと思いながら、しっかりと観察する場所にしてみたいと思います。特に派手なトレンドがあった後ですからね、これは落ち着いて収束に向かう可能性が非常に高いです。ただ反発して大きく下にブレるってこともありますんでね。まあ十分儲けたんだから、見るだけ見ておきましょうってことですね。じゃあ、今回は以上です。